All right! It's time! TGS Live 2020ご覧の皆様、こんばんは。Devil May Cry 5 Special Edition プロデューサーのマット・ウォーカーです。今日はね、本当にね、嬉しいんですけど、本当に俺にとってすごい特別な2人を連れてきましたけどね。ゲーム業界の伝説的なディレクターの逸野秀明です。もう、なんでそんな恥ずかしい紹介の仕方するかな。ディレクターやってます、いつのです。よろしくお願いします。だって、いや、本当にね、俺にとってね、大好きなゲームばっかり作ってるんですからね。いつも言うんですけどね、すみませんね、カプコンテレビで言うでも言うんですけど、一緒に働けて本当にね、嬉しいんですね。で、さらにね、カプコンのね、一番スタイリッシュな企画マンを連れてきましたよ。なんとね、内平野町の熊部ジュニアです。 5SE メインプランナーの熊部です。お久しぶりです。確かにね、結構ね、カプコンテレビ出ますよね。でもですね、過去出てますね。最初はね、すみません、ちょっとお詫びしたいんですけど、本当はね、皆さんにね、スタジオからデビルメイクライ5スペシャルディッシュの魅力を伝えたかったんですけどね、残念ながらちょっとね、こちらの事情によっては伺えなかったんですね。申し訳ありません。そうですね、行きたかったです ね。ただね、そのおかげでこちらからね、開発からね、ストレートに情報をお届けできると思いますので、とりあえずこれをご覧ください。That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? You're a demon.いやー、いいですね。結構ね、このトレーラー好きですよね。僕も好きですよ、ね、いやー、かっこいいですよ。まあ、十分に、まあまあ秘密にしたとこいっぱいありますけど、一応まあね、大体のいいところは伝わったんじゃないかな。今回曲はでもね、新しいんですよね。新曲ですね。あれは何ですかね。何ですかね。今回5の時のデビルトリガー主題歌のね、ネロのあれを作ってくれたエドワーズさんが作曲してくれた書き下ろしの新曲ですね。ボーカルの人も新しくオーディションして決めたんですよね。そうですね、うん、かっこいいですね。まあ、今回は Bury the Light ですね。 Bury the Light という曲をバージの戦闘曲としてなんていう意味ですか、日本語で言うと。 Bury the Light、 光を埋めるっていう、割とね、これね、俺の翻訳、本当に、ね、俺の通訳は本当に下手くそうですけど、本当はすごい深い意味があるんですよ。その意味とかもね、実際に、ゲームをプレイしてもらって、意味をぜひ分かっていただければなと考えてますね。バリーザライトは iTunes とかでいろんなサービスで配信していますので、興味があったらぜひお聞きになっていただければ嬉しいなと思いますね。今回の Devil May Cry 5 Special Edition ですね、はPlayStation 5、Xbox Series X 向けに、この次世代機向けになんと次世代機と同時発売
しますね。そう、めっちゃ大変なんですよ同時発売って。本当にそうですね。ね、今今日の時点ではハードと同時発売ですということしか言えないんですよ。でもプレイステーション5、Xbox シリーズ X と同時発売して、そこでね 5SE ですけど、まあ元々コンセプトは、まあ、まさにね実際機と同時発売して、できるだけ実際機のパワーを活用して引き出してさらに楽しいデビルメイクライ5を出したかったんですよね。だから今回はその次世代機のパワーを活用したいろんな仕様とか要素は入れてますけど、まあ、これからちょっと説明したいなと思うんですね。最初はレイトレーシングについてちょっと説明したいなと思います。はい、じゃあレイトレーシングのねところを説明するんですけども、こう光の反射をより現実に近いリアルな計算をして、まあ、描画をするっていう、システムでですね、これも次世代機ならではの、機能になります。分かりやすいのはまあ、水たまりに映ってるプレイヤーとかね、背景がちゃんと映る前の姿をきれいに映してるってやつですね、とか、あとショーウィンドウに映ってるプレイヤーとかですね、その本当に、反射した光が正しく計算されてるっていうのがよく分かると思います。で今までのねハードやとそこをね割とうまいこと騙してその機能を使わずにね表現してたりしたけど、今回はねちゃんと計算してやってるという形なんです。でそれ以外も空気感とかすごく出やすいんで、ビデオとかねスライドで出てるやつ見ていただければ、比較していただければ分かってもらえるかなと思います。みんな開発チームが頑張って作っております。次世代機ということで、まあ、このレイトレースだけじゃなくて、やっぱり他にできることがあったらそれはねぜひ絶対やりたいと思ったんですよね。するとハイフレームレートモードも作りましたね。このハイフレームレートモードをつけると120フレームまで、対応するモニターさえ使っていれば120フレームまでね描画する仕組みになってますね。それ以外にも、3D オーディオも入ってますね。その 3D オーディオで今までにね、ないヘッドフォンつけるだけで割とねすごい没入感のある、3次元的な音声も入ってますよね。すごいメーカーの人みたい。いやそういうコンセプトで作ってますから ね、要は次世代機向けに次世代機のパワーをできるだけ引き出したいなと思いましたので、まあ、そういうのはしっかりとね活用しないといけないなと思いましたね。それ以外にもねプレイステーション5で、ね、新しいデュアルセンスというコントローラーねのいろんな機能もちゃんと使ってますよね。はい、使ってますね。ハプティックフィードバックとかもね、はい、ハプティックフィードバックは例えばね、ネロのブルーローズ、ブルーローズとかダンテのエボニー&アイボリーとかに、入れてあるので試してみてください。でさらにねそのアダプティブトリガーっていうのもありますよね。アダプティブトリガーっていうのはそのトリガーで反動とかもしたりするんですよね。それでエキシードをやったらいかがでしょうか。どういう感じですかね。どういう感じ、まあちょっと引っかかりのある感じで、あ、新しいんだなっていう感じはすると思います。ですよね。割とね本当にちゃんとねスロットルを開いて回してる感じですよね。昨日言ってましたね。そうですね。そういうテクスト、ね、アクセルを吹かす感じ、リアルにアクセルを吹かす感じがねこの指から伝わるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひ手に入れたら試してみほしいなと思いますね。本当にそうですよね。じゃあちょっと次見てみますか。はい、次ねこのスライドターボモードですね。はい、次世代機はまあ関係ないかもしれないですけども、まあ、ターボはねターボはね関係ないかもしれないですけども、まあ、要望の多かった、まあ、スペシャルエディションやから入るんちゃうんかって言われるかもしれないですけど、 1.2 倍速の、ターボモード今回もしっかりと入れました。いや、いいですね、はい、あとやっぱりターボって言えば結構ねデビルのスタイリッシュさとすごい相性があると思いますよね。大変なんですよプレイするのはね慣れちゃうといいんですけどあれね早くなると受付が早くなるんでなかなかねそれに慣れないとボタン指がついていかないんですよね。そう体で覚えてるタイミングがもう早くなるんでタイミングがそうあのタイミングがずれていってしまうあのタイミングがなかなか体が覚えてるんで、はい、やりにくいんですよね。EX アクトとか MAX アクトとかが辛くなってきます。ちょっと一から覚え直さんとっていう感じにはなりますけども、相当デビルと相性のいいモードなんで、ぜひ5をプレイしてくれた人は次遊ぶときターボで始めてもいいんじゃないかなとは思います。はい、まあでもね追加モードで言えばターボだけじゃないんですよね。次はいかがでしょうか。はい、次この写真見たらわかりますよね。レジェンダリーダークナイトモードですよね。すごくないですかこの
敵の量、わらわら感が半端ないんでしょうね。そうですね、4の時もそうだったんですけども、今回あのハードのスペックの上がり方が半端なかったんで、最初からびっくりするぐらい数出せてます。はい、そうでしょうね。全然違うんですよね、ゲームが違うようにも見えるんですよね。まあ、このじゃあ次世代機のスペックとか、まあ追加モード、まあ、それぐらいですかね。じゃあこのゲームは、え、まだありますよ。え、何でしたっけ。それ言わんと話にならんとは思うんですけど皆さんの熱い期待に応えて、あのバージルモードをプレイアブルとして追加することができたので、それを紹介したいなと思ってるんですが、ね、せっかく今日これこのビデオを見てくれる方ってバージルモードを見たいんでしょ、みんなね、見たいと思うんですよ。で当然生でプレイしてくれるでしょって皆さん期待していらっしゃると思う。いや、それちょっとね、プロモ的にね、いろいろね、プラントがあるんですよ。そういうのちょっと取っときたいと思うんですよね。いやいや、そんな気になること、まあそれはじゃあもうちょっと考えて、まあせっかくじゃあ一旦ね、概要説明はしましたので、早速じゃあ次期プレイちょっと見てみましょうか。そうですね、じゃあ最初にね、まあ写真やと分かりにくかったり、一応トレーラーにも入ってたんですけども、ちょっと分かりにくかったと思うんで、この番組のためにレイトレの、まあ、オフの状態とオンの状態は、まあ、連続で、見せて、あ、こんなちゃうねやっていうのをちょっと見てもらおうかなと思います。じゃあ、映像の方見ていただきましょう。どうぞどうぞ。ね、こうやってオフからオンにね切り替わると分かりやすいんですね、これね。分かりやすいです、ね。なるほどね、反射が結構変わりますね。動的になりますよね。動的な、あとやっぱ画面全体のね、こうグッと閉まって明るくなる感じもありますよね。暗いところと明るいところが映ってるところにも出るので。そうですね、うん、明暗が分かりやすくなるので、より綺麗なところは綺麗に見えるし、あれでしょ、光のねバウンスとかね、跳ねてることは算出してるんですよね、これで。そうですね、リアルタイムレイトレーシングと呼ばれる。オフの時に映ってたのは何やったんやって話になりますよね。オフの時のやつは、開発スタッフが頑張って作ってる。頑張ったんですよね。空気感が出るのがすごいですよね。はい、いいんですよね。空気感がすごく出るのがすごいと思います。そうですよね。じゃあ次は、ターボモードですかね。そうですね、ターボモードですね。はい、3のねスペシャルエディションの時から、まあ、おなじみのターボモード、はい、今回も頑張って入れましたね。そうですね、ファンからデビルを作るたびにターボモードはないのかないのかっていう。でもちなみにターボモードの原点ってどこですか。もちろんストリートファイター2ターボからなんですけども、元はといえばですね、パルバンテ、デビルメイクライ3でパルバンっていうね、ヨーロッパのテレビの企画があって、秒間50フレームで動いてですね。そうですね。でそれをちゃんと海外移植しようとしたら、内部的に 1.2 倍速で再生させたやつを50フレームで再生すると、ちょうど60フレームで60になりますね。国内とかでやってる時の60分と同じ速さになるんですよ。ほうほうほう。でそれをデビル3の時に初めてきっちりと対応して作って、これを 1.2 倍速なんで、普通に遊んだらこれ全然面白いし、ターボモードやん、これ入れようか言って、ターボモードができた。面白い。その名残でね 1.2 倍速なんですよ。で今回も 1.2 倍速ですね。 1.2 倍速ですね、はい、1.2 倍速、ね、1.3 も試してみたんですよ。そう、速すぎて 1.2 倍が一番ね心地がいい、気持ちいいです。面白いな、さすが伝説ディレクターと企画マンが気づくもんだな、まあ、とりあえずじゃあ映像でどういうものなのか見てみましょうか。これまた分かりやすいやつ作ってくれ、ね、そうですね、これ頑張って作ったんでね、皆さん見てください。はい、これネロですね。ネロの、コンボを分かりやすく、ターボがかかってる時とかかってない時で比較してあります。これなんか同時に操作してるんですか。ちなみに同時に操作ではないですね。え、じゃあ、はい、1回収録してその後ターボにつけてスタッフに。そうですね、全く同じコンボをもう1回ターボで収録するっていうね、実直な作り方してますよね。これね、 V の走りとか分かりやすいですね、速度感が。確かにね、全然距離が、はい、全然距離がか違うんで。いやでもどうですかね、ターボモードやり込んだ後にまたね通常に戻ったら割と
感覚的にちょっと楽になった気がするんですよね。めちゃめちゃ遅いゲームの気がします。多分そうですね。あれこんなに遅かったっけと思ってしまう。もうターボが好きになってしまうとターボばっかりやってしまうっていうでしょうね。そうでしょうね。まあそれも終わって結局ねファンからずっとねあの欲しい欲しいってそうですね言われてるんですよね、はい、いつもさもう一つのモードあるんですよね。そうですね、レジェンダリーダークナイトモード、めちゃめちゃ敵がいっぱい出てくる、まあ、爽快感たっぷりのモードですね。いいですね、はい、これも今日はねついに実機用意してます。そうですね。よし熊部くん大丈夫ですか。いけそうですか。はい緊張してますが頑張ります。スタートしてもらいましょうか。はい、はい、お願いします。早速ね、はい、結構ね敵やってきてます。この群れ感がこれミッション1ですか。そうですよね。ミッション1でこんなに敵が出るの見るのは初めてですよね。ネロはなんか羽できちゃってるんですねこれ。あ、これはスーパーキャラで。スーパーね。あ、はい、そうですね。レジェンダリーダークナイトモードはまあ、気持ちよく遊ぶんだったらスーパーキャラで遊ぶのがちょうどいいような難易度になってますね。はい、で、まあ、あの爽快感もそうなんだけども難易度しっかりと遊びたいっていう人はノーマルキャラでプレイするとかね。で、もっともっと難しいの遊びたいっていう人はパワーアップゼロの状態から始めてみるとかなり手応えのある遊びができるのでいいかなと思います ね、 ですね。確かにね、スーパーキャラを改良してそうすると相性攻撃範囲とか多分結構広くなるんですよね。まあ、魔人を使ったりすると魔人使うとだいぶ楽にいけますね。というか逆に魔人化したりとかして大量にやっつける形でいかないと相当難易度高いですね。でしょうね。その分ちゃんとこなしてスタイルゲージが一気に上がるんですよね。上がりますね。でオーブもすごい溜まるんでレッドオーブ稼ぐのにもちょうどいいかもしれない。いやーね、次世代機すごく性能が高いんで思ったよりたくさん出せて。いや確かにね。だからこんな敵の量の数をこんなに画質でね出すのは、まあ、現行機ではもともと無理だったと思うんですけど、ね、現行機だと普通のモードでいっぱいいっぱい立って、はい、そうですよね。あんだけね綺麗なグラフィックで 作ってくださいましたよね。じゃあそうそう次も行ってみますか。はい、じゃあ続きましてダンテをちょっと見てみましょうかね。はい、はい、今回もねスーパーキャラでスーパーキャラのダンテでプレイしてもらうんですけども、スーパーキャラっていうのは本編だと、うん、一番難易度の高いダンテマストダイモードをクリアしないと手に入らないんですけども、ね、そうでしょうね。その分すごく強力なのでぜひ使ってほしいなと。レジェンダリーダークナイトモードで遊ぶのに一番最適なキャラになってます。じゃあやってみましょうか。はい、はい、わー来た来た、すごいでしょこの量。え熊部さんこれ何体ぐらいいるんですかね。ここですか。ここはね50体以上いますね。50体以上いるのでえらいことになってます。いいね、なんかでも普段はすごい、もうトリプレスいっちゃったんですね。もうすぐトリプル S 行っちゃうんですよね、はい、お祭り騒ぎです。すごいな。でこのエンカウントではこれも記憶上多分ね10体出るか出ないかぐらいだったと思うんですけど、まあ、これでじゃあ50ぐらいですね。そうですね。すごいな。サバリエールとの相性すごくいいですね、はい、うん、確かに確かにね。まさにそのね攻撃範囲が広くてダメージ耐性がつくんで、はい、すごく相性がいいですね。絵的にもなんかいろんなエフェクトが飛んだりしながらさらにそんなに大量の敵を倒してるのってなんか気持ちいいんですよね。いやもう次世代機パワー様様ですよ。いやー群れ感すごいですね。すごかったですよね。あ本当に、はい、じゃあもう早速皆さんお待ちかねのバージルの実機プレイ、ね、どうですか準備できてます。はい、できてます。ちょすぐ始めましょう。10秒だけですよ。10秒だけ。10秒ってこれをためにみんな待ってるのに。9 8、じゃあもう大技出して。大技7、大技も出して。6 5 4 3 2 1、はい終了。早すぎるでしょ。早すぎる。ひどいですよ。すいません。相当ひどいですよこれは。デビルメイクライ5スペシャルエディションですけど、まあ本当に最初から
G 世代機 Day 1で G 世代体験を提供できるようにね、レジェンダリーダークナイトモード、レイトレーシングですね、ハイフレームレートとかですね、そういうもう G 世代機でしかできないことを仕込んだんですけど、なんと PlayStation 4 Xbox One PC のユーザー向けに Devil May Cry 5 の DLC としてバージルのゲームプレイを販売します。本当ですか？これでDevil May Cry 5 Special Edition からバージルのコンテンツを移植して、現行機ですね、 PlayStation 4 Xbox One PC で遊べるようにしようと思ってますので、続報はすみませんけどもう少々お待ちいただければと思います。やった、あれですね、バージル DLC バージル DLC ってもう言われなくて済むようになる。じゃあ最後はぜひスペックをご覧いただきたいと思いますね。 Devil May Cry 5 Special Edition もなんと次世代ハードと同時発売ですね。 PlayStation 5 の Day 1から遊びますし、 Xbox Series X の Day 1から遊びますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。まあ、残りの詳細はご覧の通りですね。さらにですね、まあ、Devil May Cry 5 Special Edition だからこそ、Devil May Cry 5の Deluxe Edition コンテンツも入ってるんですよね。ですので、もちろんね、EX カラーパックも入ってますし、例えばね、ガーブラ GP01 というかっこいい、ガーブラの違うバージョンもね、提供していますし、ブラディ・パレスもね、本当に最初から入ってますので、そうですね、パッチとかもダウンロードせずに普通に遊んでいただけますので、はい、ぜひ楽しんでほしいなと思います。あと、バージルで遊べます。それがね、そうです、バージルが入ってますので、はい、しっかり詳細はあともう少し待っていただきたいなと思うんですけど、まあ、PB1 でちょっとね、ちょっとだけチラ見せはしましたので、はい、それをちょっと見て想像しながら、これからの続報を待っていただければなと思います。それでは以上にしましょうか。 Devil May Cry 5 Special Edition は PlayStation 5 Xbox Series X と同時発売で、価格は4990円ですね。これはDevil May Cry 5 Special Edition っていうのは次世代機のハードの性能を本当にフル活用していますので、ぜひ、Day 1から遊んで楽しんでいただければなと思います。ではじゃあ、クロージングコメントは私からいきましょうか。まあ、このDevil May Cry 5 Special Edition ですけど、まあ、Devil May Cry 先ほど申し上げたようにDevil May Cry 5のバージルでプレイしたいという人は、なんと、まあ、Devil May Cry 5が出る前からずっとね、まあ、声かけて本当に、ね、これ欲しいなってね言われてましたので、やっとバージルも提供できて、さらに本当に次世代 Day 1から提供できることは本当に嬉しくてしょうがないんですね。次世代機を買っていただいて、次世代機ってどういうものなのか、何ができるかっていうのは、ぜひ、その最初の日から Devil May Cry 5 Special Edition で、見ていただきたいなと思います。次はじゃあ熊部さんから。はい、4SE の時は、まあ、約8年かかりましたけど、今回は、まあ、5から1年半で出せるということで、皆さんの手元に早くバージョンが届いてほしいなと思ってます。今回も面白いんで、ぜひ遊んでください。あと、もう発売まで楽しみに待っていていただけるとありがたいです。はい、最後はじゃあ、はい、すみませんけど、いつのさんから。はい、Devil May Cry 5 Special Edition です。ハードと新ハードと同時発売っていうのはなかなか大変で、今チームのメンバーすごく頑張って作っています。まあ、僕の方も最終のチェックもやっているところです。ぜひハードの発売日に遊べるという喜びを、皆さん味わっていただければと思います。よろしくお願いします。